ちょっと走っただけでかなりのどかな場所に来ました。今日行くところは日本の中華料理屋さん。町の中華料理屋さんってどこにもあるのに、どこにもないようなその味わかるかな。家で作ろうとしたらその味出ないんだよね。簡単なニラレバ定食とかもいざ家で作ろうとしたらその味出ないのが中華の魅力かなと思います。その中でも有名なところに今日行ってみたいと思います。あと家族が3人一緒に行くのに中華ぐらいなところってないんですよ。ペペギが魚か納豆そして定食好きで、ジェイちゃんは寿司とか食べないから、もうほんと3人で接中していくところは中華がベストかな。ペペギはチャーハンが大好き。ここもうすでに待ってるでしょ。並んでる。すごいところです。じゃじゃん、あずまやっていうところです。あずまや、あじゅまにごあずま、すごい人気でしょ。まさかで生まれた。こんにちは。はい、お待たせしました。ありがとうございます。熱々のタオルはあんまり見たことないですけど、おもてなし。ね、メニューこれですか？これ見て決める。おすすめありますか？一番人気は、皆さん召し上がってる、天ぷら。天ぷら。こっち看板に書いてある。あ、それが美味しいんですか？私はじゃあそれにします。それして、チャーハンも美味しい。チャーハンも一つして、半チャーハンもありますね。あ、半チャーハン、子供用の半チャーハンで。とりあえず半チャーハン一つ。ペペギチャーハン？チャーハンでいい。テフタンメン、次に有名なやつありますか？テフタン、チャーハン、餃子、オムライス。あ、じゃあオムライス。チャーハン、餃子、オムライス。はい、それでいいんじゃない？全部。人気ワンジース。はい、はい、それでお願いします。じゃあ半チャーハン一つでしょ？半チャーハン。で、テフタンが一つ。テフタン一つ、全部一つずつ。で、オムライス。オムライス一つ、半チャーハン一つ。半チャーハン、テフタン、オムライス。あと餃子も一つ。餃子一つ。餃子はニンニク入ってるやつです。入ってるよ。入っていった方がいいです。以上でいい。半チャーハン、テフタン、オムライス、餃子。いいよね。はい。はい。座ったらすぐおかみさんが来て、今ワンチッチも初めてか。やっぱりあのすごい人気だから家族連れも来てるし、でも外で待つんだよね、やっぱり。あ、うち予約だからさっき来てるお客さんよりも先入ってきて、あ、ありがたいね、すごい。予約できて、なんか待ってるお客さんに申し訳ないなと。なんか忙しい時に予約とかできないのに予約できるのすごいですよね。テーブルが3つあります。あと口コミに書いてあったけど、混んでても嫌な顔しないっていうのが、日本ではそれ普通じゃん。でもここでなんでそれ言ってるのか分かったの、すごいお母さんみたいな感じ。おお、来たかみたいな。お母さんクールじゃん。うちのお母さんじゃなくて世間的なお母さん。あとね、やっぱり看板にテフタンメンっていうのが書いてあって、それが一番人気みたいですね。テフタンメンって何？分かんない。なんか担々麺の種類かな。名前だけで見た目を見ないで注文したのは初めてかもですよ。写真はないです。壁一面ぎっしりメニューが書いてあるんですけど、見た感じまず値段がすごく優しい。そうね、ラーメン600円とか最近はなかなか見ないと思う。ここにお母さんが3名いらっしゃい、忙しいです。あれなのかな、テフなんちゃらってやつ。あオムライス、うわ見て、オムライス食べる出してた。おお、スープ、ありがとうございます。もうスープも美味しそうじゃん。多分ね、中はそんなにじゅわっと多分しないけど見たいじゃん。おおおお、どうなってかしてる。わあ、めっちゃ濃厚って感じですね。早く食べたい。早く食べたい。ここか、小皿1個もらえますか。中はね、玉ねぎと多分鶏肉かな。あ、鶏。あ、ちょっと違うかもしれない。食べてから言います。うん、やっぱりフライパンの味がします。え、どういう意味？車、車。あ、びっくりした。鉄の味なのかと。中華のフライパンの味がして。そういうこと。うん、美味しい美味しい。なんかちゃんとね、一体化してます。ご飯とケチャップ、このチキンライスがすごく濃厚でしっとりしてますね。他のおかずがなくても全部進むような味です。いや、本気で食べたくなるね、それ。ちょっとスープ飲んでみよう、このスープ。
어떻게만든거지이거이거는간장으로만든거야きっとねこれ美味しいとラーメンも美味しいと이거간장으로만든거야어떻게만드는지모르겠는데맛있지않아이부드럽고근데막상한국에선이런맛이잘없어꼭고기를써서이렇게막우려내야된다는그런맛인데뭔가전전쑥빡고나시甘さもあって優しい味。はい、ハンちゃん。はい、ハンちゃんだよ。わ、ハンなのにもう一杯出ちゃった。ありがとうございます。今何個？卵？ナルト？ナルト。ハンチャーハンはすごいよ。ナルトが入ってるのなんか家で作った感じしますよ。すごい美味しそうじゃん。パ、먼저먹어봐도돼？매운지먹어볼게。辛いのかテストだよ。試す。どうぞ。ニョンニョン本当にめっちゃ美味しい美味しくないですかあオムライスも美味しいんですけどチャーハンってどこも味似てるというイメージもあるじゃないですか、うん、ここもフライパンの味がしっかりして美味しいチャーハン美味しいよねパラパラなのに油もちょうどよく塗っていてありがとうございますあ、来た来たいい子で食べてね美味しいそうですよかった、いっぱい食べてぴょぴょ、ありがとうございますだいたいこうやって今日は撮影許可はいただいたものの子供といっても子供まで声かけてくれる方少ないけど子供の機嫌も母さんのようにこう配慮してくれるやっぱチャーハン먹어봐요わあ。これが噂の。噂の。テフタンメン。わあ。これ何？デブタンメン？デフタンメン。デフって。デフ？デフって何？テフって何？テフってなんだろう。あ、最後に聞いてみよう。でも登録申請中って書いてあるから申請中ってことね。あ、じゃあここの発祥みたいな。そうそう、ここ朝霞で生まれたって書いてある。あのこれ本当韓国のものからちょっと一言申し上げますとすごい美味しい辛さ、うん、わあこれハマりますね。そんな辛くないんで、あ、でも全く食べれない人には辛いかも。そうそう、うん、確かに中華と思えば、中華って結構お店によって辛さも幅広いじゃん、うん、本当に辛い専門のお店と韓国の人でも辛いって感じるぐらい辛いから。じゃあちょっとチェンジしていいですか。カツ丼一つ。カツ丼ちょっとお時間がかかる。あ、そうですか。じゃあナンバーファイブ。ナンバーファイブは何ですか。優しい。美味しいじゃん、うん、めちゃめちゃ美味しいじゃん。オムライスって食材の種類少なくてもこの味を出せるのが難しいんだよ。さっきなんかチャーハンの方が美味しいって言ったけど、どっちもすごい美味しいです、うん、どっちも美味しい。これも普通のお店のレベルをはるかに超えるレベルだと思います。あとチキンで合ってます。鶏肉。うん、じゃあ次は餃子もちょっと一個食べたよね。餃子。幸せですね。食べて序盤なんですけど、また来たいんだけど。もう来たい。ああ、忘れてるね。また並ぶしかない。いや、じゃあ餃子行きましょう。餃子。どんな味なんだろう。うん、ニンニクと野菜のシャキシャキ感が栃木で食べたその味にすごい似てる。うん、美味しい美味しい。下の麺はパリッとしててしっとりしてるのが確かに宇都宮と似てる。これはニラ？ニラも入ってる。どこに？あ、それは分かる。野菜の味が豊富です。あ、そう。肉より野菜の素材がすごい香りが良くてまろやかな風味ですね。オムライスが日本の発祥って言うじゃないですか。うんうん、オムライス、いや、すごいいいよね。日本の。うん、こうケチャップの強い味がたまーにこうすごい食べたいじゃないですか。そうそう。だから今日はもう量がもうこれですよ。結構多くの方ご存知かもしれないけど、中華って日本の中華、韓国の中華全く違うんですよ、うん、別世界でここ来て初めて食べてるんですよね、うん、そうですね、うん、だから正直このスープも日本で初めてだから、うん、
あとポックンバップの味も結構違う、韓国、うん、韓国でポックンバップっていうとなぜかジャジャンソースと目玉焼きが上に乗ってくるの。木の味がこんなに強くない？うますぎるじゃんこれ、うん、オムライス美味しい、美味しすぎて子供のチャーハンを盗んで食べるパパチャーハン、チャーハンにこだわり強いじゃないですか。でもこんなお店にはちょっとね自慢できない、まあ、家庭料理じゃないですか。私はラーゴの味が結構しますね、で美味しいです。肉の味もするし、じゃあ僕が一番マシなんだけど、私は難しい、今日一難しい質問です。ラーメン2号どうもマシなんですか？どうもマシなんで、どうもマシ、多分食べたことないけど、私もう一度頼むんだったらチャーハン。おお、くじょんどろ難しいんですよ。おお、チャーハン難しい。野菜いっぱい食べれるのがいいよね。ああ、ここはお茶も美味しい。それ結構味の尺度がないけど、美味しいお店はお茶も美味しい。美味しくないお店は水道水出したりする。ああ、そうそうそう。ここはテーブルが3つしかないので、結構待つかもしれないけど、ちょっとギリギリ攻めるのいいかもですよ。1時50分とかに来たり、朝一で来たり。餃子食べる。じゃあ食べてみて。무슨맛인지한번먹어보자아이고수바라시이거또히토코치오키って言う人いるけど普通ですよ。다들볶음밥을시킵니다。볶음밥이인기가많다그랬어。대부탄면하고그다음이국물아이스차함교육아니옆에는대단한게뭔지알아？한국말로좀하겠습니다。볶음밥을큰거를시켜그다음에대부탄면을같이시켜두개를다먹습니다。저도왠지메뉴없는데해주는거아니에요？그냥두개를시킨거야？정말아니볶음밥이큰큰게있다는거는아반이아니라아우리가우리가반이구나우리반반이고근데여기서반이일반인이먹기에도많아요반인데내가먹기에딱좋아여기다들살이안쪄근데우리가족세명이갈수있는데가그렇게많지않아근데진짜고추카가정말베스트선택인것같습니다고추카는안질려요너무메뉴가무궁무진하고그체인점같은데싸게근데그런데도질리긴하거든근데이런약간좀잘찾아온신이세그아나바약간이런데는진짜맛있어요그리고맛이라는게이런분위기도포함되는거라서맛있는거같아요아또오므라이스때한국인이또되게로만의食べ物でもあるんですよ。何が？だってアニメとかドラマで必ず出てくる。みんな美味しそうに食べるから。なんか美味しそうに食べるし、韓国ではそんなに普通に食べたりはしない。あんまり家で作らなかった。そうですね。作らないし、ケチャップの味しかしないと思ってるから、ケチャップ入れてもその味が出ないんでね。チャーハンはまあ作る場合あるけど、わざわざオムライスを作ることはなくて、すごく食べてみたいなと思いました。残したら申し訳ないから、もう私の口にお腹に捨てます。どうだ？저우리는오면은한창이면충분해진짜맛있다멋있어이이すごいいい食事これ素晴らしい。特に焼きそばの場合はすごいメリハリがあってパンチが効くような、しょっぱい味、まあ、ソースの味、麺も少し固め、あ美味しいですね。この硬さがちょうどいい。あ野菜めっちゃ美味しいんだけど。
これもまあ 1.3 人前ぐらいあります、うん、女性絶対一人で全部は無理だと思う。結構量あるじゃないですか。ああ、すみません、ありがとうございます。ヤゴルトもいただきました、子供のように。ちょっとヤゴルト주셨어요。わあ、今日ごちそうさまでした。いやとても美味しかったです。前はめんどくさくて家の近くのところでよく行ったりしてたけど、少しね車を動かしてくれるとこういうね美味しいところがたくさんあるんじゃない。だから美味しいところをたくさん行きたいと思います。個人的には何がナンバーワンですか？ラーメンかな、やっぱり。うん、全部おすすめします。皆さんチャンネル登録してください。これからも食べ物の旅続けますのでよろしくお願いします。バイ。値段びっくりなんだけど、いくらですか？お腹いっぱい食べて。今オムライス、高物価時代にオムライス、チャーハン、餃子、テフなんちゃら、テフタンメン、テフタンメンに焼きそば入れて3450円。安い。本当に大満足。